そうなの。こんばんは、ありがとうございます。たい焼きたくさんありがとうございます。こんばんは、たい焼きたくさんありがとうございます。そう、新人枠多分最後ちゃうかなみたいな感じなので、30万ポイント達成で、あ、茶色の普通のたい焼きは無料でミッションで達成したらゲットできるやつなので、よかったら。で、和菓子のギフト全部対象で30万ポイント達成したら高級フルーツ大福ゲットだそうですだそうです。そう、全部が対象なのやつで、全部対象のやつで30万ポイント達成したら高級フルーツ大福ゲットです。で、ピンクのやつだけが対象なのが新人枠。そう、ピンクが対象なのが新人枠で、ピンクはだからどっちにも対象ってことです。そうです、どっちのランキングにも対象ってこと。そう、新人枠の方が1位になったら、なんか今回はいつものなんかタイヤキングとかタイヤキング仕様とかタイヤキングバナーとか、それに加えて、それはいつものやつなんですけど、ちなみにこのイベント2回目なんですけど、覚えてる方いますかね。去年も同じイベントやってて、去年もやったんですよね。新人枠ってなかったよ、去年は。え、してたっけ。途中から出てきて、なんか新人枠っていうのを作ってくれはって、だからその、うまい、溶けてきた。ちょっとお姉さんたちと一緒に、他のチームのお姉さんたちと一緒に混じって、うん、そうで、今回はいつも新人枠1位で、あのアバター変わるの、アバターがもらえるのとか、ポップアップとかバナーとか、高級焼肉お食事券3回分相当とかそう、ショールームツイッターで PR とかに加えて、今回はぼる塾の田辺さん出演のショールーム公式特別番組出演券がいただけるみたいです。なので、またこの前キャンキャンルームで行かせてもらった東京のスタジオに行けるってことですね。そう、新人枠で1位になったら、ぼる塾って知ってますか。私結構好きなね、あのなんかスイーツに詳しいお笑い芸人の方なんですけど、そう、田辺さんと一緒に公式特別番組に出演できるみたいです。と、高級焼肉お食事券いただけるみたいですそうそう、田辺さんはスイーツ詳しいんだよね。テレビでよくスイーツのやつやってるの見るね。まあね、うん、その人、たい焼きありがとうございます。だからスイーツのなんか番組なのかな、多分。だからたい焼きイベントに登場されてるのかな、多分。で、何食べてるんですかね、ちなみに。これはさっきルームスで配信してた時に登場したファミリーコミュニティからのプレゼントのチョコケーキです。食べました、とっても美味しいご飯粒ついてた民活や、民活コナンに詳しいんや。初めてなくすから楽しかったよ、ありがとう、ありがとうございます。東京に連れていくために、いや、ありがとうございます。そう、また東京のスタジオで田辺さんと一緒にショールームの番組に出演できるみたいです。そう、30万ポイント達成でフルーツ大福、それをいただきましたね、去年。うん、フルーツ大福ほんまや、去年もらいましたね。写真だそう。一瞬でなくなったやつ。去年もたい焼きイベントでもらったのが。たい焼き焼いたよね。うん。覚えてる方いるかな。写真だそう。あった。そう。うわ。出てきた。千引き屋のこれこれ。去年はこれもらいました。去年も同じたい焼きイベントで30万ポイント達成していただいたフルーツ大福がこちらです。
うわ、覚えてる方いらっしゃるかな。これこれこれや、浴衣着て食べた、懐かしい。そう、千引き屋だよ、千引き屋かの有名な。ものすごい凝ってるね、ショール。あ、あれやね、あれまだ全然出番がなかった時期ね。たい焼きありがとうございます。ね、顔が幼いよね、思った。懐かしいね。ピンクたい焼きありがとうございます。ピンクたい焼きありがとうございます。覚えてる？おお、懐かしい、ありがとうございます。食べてたの見た気がかる。おお、おう、そうそう、その写真もあるんちゃうかな。たこ焼き器でたい焼き作った配信したんですけど、たい焼き器がないから道具屋筋で買ったらいいよって教えてもらったんやけど探したけどなくって、で結局家にあるたこ焼き器で自作のたい焼きみたいなの作りましたよね。懐かしいね。その直後にちょうど1年前の次世代ライブやったんや。え、あっという間すぎてびっくりするわ。同じ時期にやってるの、うん、フルーツ大福食べたのが、あ、ちょうど7月7日やったんやわ。7月8日に食べてフルーツ大福、ほんで次世代ライブやったんが7月15日ですね。16か15か、まあ、そんな感じ。16かな、15か。やば、え、そんな経つの。え、まだ6月か、びっくりした、今もう7月かと思って思った。え、え、やば、6、え、もうそんな経つんか。あーや、去年の次世代ライブから1年経つってよ、覚えてますか。青い、あ、1年経つってよ。この時まだツイッターやってなかったよね。やってたっけ。どうなったかな。いや、やってたな。え、どうやったかな。7月25とかじゃなかったっけ、解説した。8月25か、なんかそんな感じやった。やってたか。どうやっけ、ツイッターやってたよね、やってなかったよな。だからうーかさんの卒コンからももう1年経つってことですね。早っ。この朝日ワンピース大好きやからまた来たいの。早い、早い。あの、あやねが泣いてケイトさんに慰められたやつね。え、それは違う、クリスマス。いや、え、クリスマス、クリスマス、え、違う、だってクリスマス、クリスマス。あ、そっか、うん。そうか、思い出せないほど昔。そうね、仮面化石ありがとうございます。うるかさんのグラス使って。そうそう、プクマロ、おお、覚えてる。そうそう、プクマロね、懐かしいね。ピンクたい焼きありがとうございます。そう、今回はね、またショールームさんのスタジオに行けるかもしれないということで、最後の新人枠で頑張りたいと思います。あー、でもその時のコンサート覚えてるわ。もうあやねがどこにいるか本当にわからなかった。どこみたいな。まあ今もまあ、それを踏まえて今回のゼップベイサイドは全員のやつないのかもね。全員さすがに狭かったからね。そうそう、今より人数多いし。あ、ピンクたい焼きありがとうございます。そうそうそう、道具屋筋。でも道具屋筋なんかじっくり見たら面白そうなものがいっぱいあってびっくりした。ちょっと欲しいって思ったもん。あ、もう
ね、ちょっと欲しいと思うよね。なんかたこ焼きって書いてるもん。まあでもあのコンロだったら使えそうだけど IH で使えそうなのがあんまりなくて、コンロだったら欲しかったです。ピンクたい焼きありがとうございます。指がついそう。そうだよね、ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ゆっくりゆっくり、すいません、ありがとうございます。早いね、早いわ。ね、朝日ワンピースめっちゃ可愛いよね。あれも好き、めっちゃめっちゃ好き。ピンクピンクたい焼きありがとうございます。その頃は休み知らなかったよなって方も多いですよね、きっとね。ありがとうございます。ハートありがとうございます。ピンクたい焼きありがとうございます。お、ちょうど気になりだすところ、わーいいね。父の日の料理配信で好きになった人です。わーいいねいいね。ローストビーフからも来てましたけどね、チラシ、ローストビーフ、ローストビーフ、うん、ローストビーフだった気がするよ。チラシ寿司はママの、ママのいいでしょ、なんか確か、確かローストビーフを、これじゃない、チーズケーキと、そうだこれだよね、見える、そう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 、美味しそう。ピンクたい焼き、初めて10分気にならないありがとうございます。ゆっくりね、いつまでだったかな、大事な大事な期間が。6月20日までですね、10日間あるのでゆっくり。昨日朝配信したから夜できなかったので、昨日の3時からやってるんですよね。実はポニーテール探しやすいよね。でもやっぱポニーテールが一番似合ってる気がする、自分的に、わかんないけどね、真夏のスタンディングはそうですよね。あー、スイカとメロンいっぱい積んで、もうこんな時期かよね。それはそれは、道具屋筋ロボットいるよね、びっくりしたこの前固まってたそうだ、ショールームで見せてなかった。てってれん、ヨシミン通信いただきました、ありがとうございます。じゃーん、今回は特別裏面もありまして、もうぎっしり書いてくださって、隅々まで読ませていただきました。活動カレンダーとかも作ってくださってね、そう、号外もツイッターに載せてくださってて、号外もしっかり見ました。皆さんもぜひ読んでみてください。ありがとうございます、コミュニティの皆さんから。第4号ですね、これで、で号外もあったから、ありがとうございます。そう、ツイッターにはデジタル載せてくださっているので、隅々まで読んでみてください。4コマ漫画の衣装ね、そう、これはお話シリーズ、4コマ漫画もね、すごいあの衣装の再現度がすごくて、ほら、これは N シープ、そう、 To be continued、すごい、ありがとうございますアットホームなコミュニティですって書いてあるアットホームなコミュニティです、アットホームなコミュニティです、ご参加歓迎って書いてあります、ほらオンラインピアノ教室こちらへありがとうございます、愛にあふれたよしみん通信、たい焼きありがとうございます。あら、次はなんだ、あ、夕日どれさんピンクたい焼きありがとうございます。
たい焼きありがとうございます。たい焼きありがとうございます。パパが羨ましがってた。そうだっけ。気になってる。おお、じゃあオンライン、まずは手始めにオンラインで話しましょう。待ってるよ。今日ちょうど届きました。なんだろう。え、郵送で届いたの。はい。そんなことある。あら、てってれーん。うわ、裏をあの出さないように。こっちはいいのかな。うん、そっちはね。で、光り輝いてますよ。ほら、この前の何のイベントかでいただいたお食事券いただきました。このあれですね、キャンペーンで。そう、なんかのキャンペーンでいただいた、そうそうそう、お食事券が届きました。お店を選んでね。そう、すっごい美味しそうなお店を選んでみんなで行きたいと思います。ありがとうございます。お食事券、はい、すっごい、そう、ショールームでいただきましたお食事券、美味しく食べていきたいと思います。ありがとうございます。そう、ライムの髪型ってさ、先輩大体勝負髪型じゃないですか。自分が一番盛れる髪型だけど、それがさ、自分的に何か分かんないから、公園でいろいろやってどれが似合ってるかを模索していきたいと思います。あとこれもあるんですよ。てってれーん。これも、これは去年ですけど、これ結構すごい。あ、そう、これ、はい、それちょっと開けない、番号が書いてる、ね、うん、あ、こっちはいいんじゃない。でも、ああ、それ大丈夫。そう、これトラベルギフトカードもショールームのキャンペーンでいただいて、はい、そう、なんかトラベルギフトショールームのキャンペーンでいただいてありがとうございます。そうなのよ。年末プレゼントみたいに書いてましたね。あ、そうなんだ。そう、ありがとうございます。なのでこれでちょっと息抜きに旅行でも行ってきたいと思います。ありがとうございます。トラベルギフトもショールームでいただきました。ありがとうございます。失礼しました。ありがとうございます。え、サンヤってたい焼きプリンス、プリンスなん。え、プリンセスじゃなくてプリンスなんだ。プリンスらしいわ。たい焼きプリンス3位だって。ありがとうございます。ピチピチ15分で、ありがとうございます。指休めてくださいね、10日間あるから。ね、クオリティがすごいですよね。お前、ありがとうございます。ピンクたい焼きありがとうございます。ツイッターの読んだよ。ね、大切にしたいと思います。ありがとうございます。本当にキルドのね、お城が15以上が出てるんですよね。ショールーム弾丸、そう言ってきたいと思います。また弾丸で。ね、ありがとうございます。マクド全然、そんなめっちゃいいとこですよ。めっちゃ美味しそうなとこで食べていきたいと思います。まあ、問題はペアチケットなんで誰が行くかが問題なんですけど、それは1人足しますけど、足しますけど。はい、今回の祝いとかね、皆さんからいただいたということでね、美味しく食べてきます。はい、ありがとうございます。また行ったら写真載せますので ね、休みの日に行っていきたいと思います。握手会話したりなかったからオンライン申し込もうかな、ぜひ。そう、握手会話したりなかったなって方はぜひ、とか隣のレーンから見てて気になってたなって方はぜひオンラインでお話しましょう。待ってます。オンラインも待ってますね。デデーより優しい音楽だよね。わかる。ファミリーコミュニティの音、ショールームさんからでしたけども、ありがとうございます。ショールームさん
隣のレーンで見てて気になりました。わあ、それはオンラインだとね、あのその他の子にもバレないのでぜひ待ってます。ハートありがとうございます。たい焼きありがとうございます。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。指休めてくださいね。ありがとうございます。ハートありがとうございます。レインボーペンライトありがとうございます。お話し会申し込む、待ってるよ、待ってる待ってる待ってます。バレないってバレないから、でもみんなはダメだよ、ニコニコフライングイートもありがとうございます。おお、 A4 に印刷してくれたんや、ありがとうございます、ありがとうございます。いいねいいねいいね、間違えて消すことないし、いいね。たい焼きありがとうございます、ありがとうございます。あ、マイク付きイヤホン買わな買わな買わな、ほんまや。でも隣のとこで言っててもあれは集中してるから全然気づかへんけどね。ね、隣のレーンのさ、お話し会の声とかあんまり聞かへんタイプの人やねんけど、聞いてんのみんな、聞かへんっていうか話しながら聞かれへんくない？あ、しゃべくりで釣られましたいいね。オンラインは逆に余地しか取ってない。あら、オンラインはいいね、オンラインはいいね寝てて急いで配信したらパジャマやから朝は寝てしようとかと思った。夜です朝と同じ格好やもんね。すいません、今日はお風呂入っちゃいました。農作業の格好、すえピンクたい焼きありがとうございます。新しいパジャマいいねわがもしゃべかよちよち言われてました、うん、正直でよろしいでわかる、しゃべかいはさ、いろんな人と撮りたいよね、わかるね、写真って結構気軽に撮れるからさ、いろんな人と記念に撮りたいよね、だからみかなさんとかで撮りたいよね、いろんな先輩撮りたくなっちゃう、あやねやったら。ピンクたい焼きありがとうございます。そう、ロードモバイル今ね、吉見あやねギルドがレベル15以上の方の人数、パワーは分かんないんだけど、公表されてないんだけど、レベル15以上の方の人数がただいまナンバーワンみたいで、ありがとうございます、イエーイ。そう、このままレベル15を目指して、中間発表はレベル15、授業発表はレベル15の人数に合わせてポイントが増えるみたいなので、このままみんなでレベル15以上目指して頑張りましょう。あと兵士をね、増やすとパワーが上がるみたいで、結構それされてない方が結構、あの連合軍とか見た時にあらって思うので、あの兵士を増やす、兵士を増やすのもよろしくお願いします。お城を育てるのと一緒にね、兵士を育てるのでもパワーが上がるみたいなので、そうよろしくお願いします。そうそう、向いてたけど、あの
バリアとね。そう。で夜寝る前に朝方とかね燃えてる。皆さんもチャットで交流してくださってありがとうございます。小麦足りてる。うわ、え、1分、え、ほんまや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 、うわ、すいません、1位てる。やすさん、ありがとうございます。2位、みょんさん、ありがとうございます。3位、かつらさん、ありがとうございます。4位、よんさん、ありがとうございます。5位、うーかめいの箱押さん、ありがとうございます。6位、はるさん、ありがとうございます。7位、ロンドベルさん、ありがとうございます。8位、しんのすけさん、ありがとうございます。9位、まさたかみーさん、ありがとうございます。10位、あさがさん、ありがとうございます。11位、あんけいさん、ありがとうございます。12位、おろしさん、ありがとうございます。そして13位は、でん、こばとんさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ちょっと間に合うか分からないので逆から行きました。